はい、こんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。今回からミンミンさんとアオカさんとテトの3人で、マインクラフトのスカイブロックをやっていこうと思います。じゃあ2人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。泣くんだよ、だから泣くんだよ。で、ミンさんは何？ミンさんは喋んない方で行くの？いや、喋るよ。あ、喋るね。喋るね。それはね、実況者だから実況はしてないけど、まだ動画2つだけどね。しかも音入ってないけどね。いや、だからさ、あれは録音ミスだから仕方ないんだって。あ、まあ、なるほど。したら、はい、じゃあ、なんかいろいろ入ってるんだけど、はい、スカイブロックの、簡単な説明をしたいと思います。はい。スカイブロックは、まあ、空中に全部ブロックが浮いていると、うんうん、スカイブロックなんでね、はい、浮いている状態で、今真ん中にこの島があるんですけど、うん、はい、周りの島まで石や土などを、つなげてまず行きます、うん、はい。で、ルールが一応あって、ルール、はい、本当はこの本に書いてあるんだけど、あ、おお、本が読めないので、英語で読めないので、はい、翻訳サイトを見てちょっと言います。あ、はい、お願いします。じゃあ、体力を回復するために島から飛び降りはなしで、なしです。はい、飛び降りたらね、全部回復して戻ってくるから。あー、なるほど。例えばね、チェストの中にアイテム全部入れて、あ、体力1個で腹減り1個だから降りるみたいな。あ、なるほど。いうのはなしで。はい、お願いします。わかりました。で、さらに、ああいうちっちゃい島はいいんだけど、うんうん、なんか大陸に橋をかけてはならない。へ、はい、大陸あんのっていうか、大陸あるんですかね。見えないけど、まあ、あるらしいので、ある、あ、らしいので、はい、大陸に橋はかけないようにしてください、はい、っていうのと、はい、あとはゲーム性を変えたり、空を飛ぶなどモッドを使ってはならない。あ、モッドはクリエイティブとかですね。そうですね、モッドは入れてないので大丈夫です。はい、やってねえよ俺は。あ、さ、モッドはね、モッドはやってるけどね、竹モッドね。あ、まあ、モッドとかは入れないでください。はい。あと、ピースフルモードは不可とする。おー、何ピースフルモードって何？ピースフルモードって何？知らない。ピースフルモードってらしいだそうです。あ、はい、はい、以上です。以上4つ。はい、わかりました。要は体力回復のために落ちんなっていうだけかな。はい、わかりました。わざとじゃなければ落ちても大丈夫だけど。よし、落ちよう。おい、落ちるんですか？おい、聞いてたか今の。聞いてたか。そしたら、で、チャレンジっていう本があって、はい、で、そこも英語表記でいろいろ書いてあるんだけど、全部で50項目あります、はい、50項目、はい、多いですね。50項目あって、でもやり方は簡単で、お、一個一個が家を建てるとか、 あとかぼちゃ畑を作るとか。お、なるほど。そういう感じの、チャレンジが一応目標としてありますので、うん、まあ、ちょこちょこクリアしながら、おー、いいですね。かなと思います。はい、なるほどです。ではルールはこんだけなので、はい、先頭のミンさん、ミンさんって先頭でしょ。え、先頭？先頭は派でしょ、ミンさん。いや鉄道券1個しかないからさ。お、それは、じゃあ私は、スイカの種を持っておこう。スイカの種。あの人ダメだなぁ。あの人ダメだなぁ。手帳の本、あ、本はこんなの入れたままでいっか。じゃあ私は、ツルハシをもらおうかな。で、まずは、どっかの大陸につなげないと話にならないんだけど、おぉ。ね、あっちに、あそこの砂のとこにあれチェストがあるんだよ。お、ほんとだ。あるでしょ。あります。で、そのポーズは何なの？え、これシフト。落ちないように。そうそうそう。で、向こうにもテストあって、また来たかったよ。あっちに、あ、ごめん。危ない。あ、ごめん。いや、わざとやりたいって。いや、悪かったよ。向こうにもテストがあるから、うんうんうん。肉なんじゃ、肉。あっち目指そうか。
当だ、肉がありみさん、むやみに殺すなよあんだけしかいないんだからな、動物あ、なるほど、繁殖そうだから あれをそう増やしていかないといけないから。おお。任せろ、増やすのなら増やすものあるんですか。みさん、ないからみさん、作んなきゃいけないから作るんだ、作んなきゃないから。おお。それじゃあ、でも丸石しかないねこれ丸石34個でいける34個30? あ、じゃあどなたか行ってください。じゃあ青子さん34個で、青子さん一直線で34個、わかりました、34個行ってきます。一直線で、じゃあ一直線で、はい、はい、行けるかな。やばい、途中から斜めになってくるよ。落ちちゃダメだよこれは。これは小指がつるパターン落ちちゃダメだよ。うわー、そういうプレッシャーを落ちちゃダメだよ、これ与えられる。あれだね、シャベルとか使うのもちょっと躊躇するね。あ、そうですね、なくなったら鉄のシャベルとか、だって鉄ないもん。そうですよね、この世界しかないから。あ、そっか、空の上だから。そうだよ、だから鉄とかダイヤとかめっちゃ貴重だよえ、なんで誰も来ないんですかちょっとついてきてくださいよ、ちゃんと。届かねえかなと思っていや届かなかったらね、あそこからあの土掘って持っていかないと。あー、なるほど、そうそう、土掘れば。で、あのチェストに何入ってるかだよな、気になりますね。すげえ気になる宝物、すげえ出た。やばい、あと4個しかない。絶対足りねえ3、2、1、0届かない。こっから土爆露。鳥もいますよ。ケトさん、それジャンプするしかないね、ケトさん。いや、無理だろ。届かないだろ。頑張ってください。怖い怖い、ここ。怖い怖い。皆さん落ちないでください。うわ、落ちそう。落ちたことないよ。お。あ、落ちそう。あ、びよー。落ちないよここは実況者として落ちましょう落ちないよ落ちないルールじゃなかった。あ、ミサ1個足りない。あ、ミサ土1個足りない。お願いします。投げたよ。渡す、オッケーよ。渡す感じでオッケー、これで繋がった。 あ、卵産んでくれた。あれでも向こうないよ。ないですね。こんだけしか、え、待って、え、こんだけしかないのえ、何をしろと。何をしろと。あ、木がある。木か。あ、豚がやったやった。豚が渡りそう豚落ちんだよ。豚落ちそう。絶対なくなったよ木がある。木どっか植えたらいいんだ。木植えよう、植えよう。おー、すごい。木植えよう。なるほど、これで木材を。そうだね、木材いけるということですね。じゃあ私はサンマの木植えます。はい、さ、サンマの木、松の伝わった、今伝わった。アカシアです。アカシア。あー、なるほど。わかった。なるほど。今のアカシアです。なんで俺が解説しなきゃいけねえ。なるほど。どすごい、うまいですね。どうしようか。え、これ全部持っていっちゃっていいですか。あ、持っていっちゃってもいいし、そっちにね、木を何個か植えた方がいい。あ、こっちにですか。はい。豚ちゃんちょっと邪魔。フォークの苗木。この辺に土1個置いて。ジャングルの苗木って4つじゃないとダメな気が。うん、そう。しなくもない。そう。あ、そうですよね。そうです。そうです。1個しかないですよ。さあ、皆さん、夜です。ベッドに。ちょっと待ってください。ニワトリがここにいて。ニワトリが押したら落ちてる気が。押しちゃダメだよ。絶対押すなよ。いや、絶対いやいや、お、怖い。あ、ありがとうございます。あ、じゃあ動物たちに囲まれながら寝ますねさあ寝よう。かわいい。寝ないとさ、あれだよ、ゾンビ湧き放題だよね、これで。あ、そうですよね、危ない。マジでこれ難しそうなんだけど。やばい、なんで鉄道さんの横で寝なきゃいけないの。じゃあ俺アゴさんと寝るからいいもん。どうぞどうぞ。いや、それは許さないけど。許さない。木ができるまで何もできないな、これ。これ植えますよ。植えていいよ。いいです、これ。うん、はーい。何マスか。大丈夫かな、ここに植えて。ドン。多分大丈夫。苗木を頑張って。あれだね。
できたら苗木を超頑張って取らなきゃダメだ。あ、そうですね。わ、怖え、これマジ。ああ、鶏が落ちそう。ちょ。鶏が落ちそう、落ちそう。落とさないでください。落ちないように。向こう行けなくなる。向こう行けないですね。あ、豚も行っちゃった。多分大丈夫だよ。すれ違うから。本当？行くんですか？うお。めっちゃ押しちゃうんだけど。多分。やばい。こっちです。こっち。おお、いい子。いい子だ。あとは豚ちゃんが。あいつ、邪魔。ああ。あれ来ちゃった。そこの人、今見たよ。見られましたね。今見たよ、今。落としたでしょ。誰だよ、すれ違うって言ったのは。豚がいなくなった。やばい。食料源か。すれ違うって。豚はあと1匹います。なんとかいます。マジか。怖い。落ちそう。なんかすごいことなってますね。落とし穴みたいになってる。だって、資源がないんだもん。そうですね。資源です。お、あ、こっちに伸ばしていく感じですか？みさん、これは掘れないから。掘れないのか。あ、あの一番下のどん底なんだ。そうだね、そっちに伸ばしてあのチェスト行くか。はい。え、でもさ、うん。え、そのチェスト行った方がいい？え、どうしていけばいいんだろう。だってあれ砂でしょ？砂ですね。砂って置けなくない？砂が入って。びっくりした。砂って置けないんですか？びっくりした。いきなり戦闘するな、これ。後ろ向いたら。あ、これ、あ、みんなそこの土は取っちゃダメでしょ。落ちそうに、ね、向こうに橋作るし。あ、じゃあここにだけ置けばいい。そう、上だけ。なるほど。置いてくれる。みんな頭いい。自分で言っちゃった。お、木材が手に入りました。やったー。苗木をゲットしないと。ちょっと待って。苗木を。あ、苗木ゲットしないとさ。これ外の方で落ちたら落としちゃうよね、これね。そうですね。あ、密接して。あ、1個取れた。よし、大丈夫、1個取れた。お。OK です。ありがとうございます。よいしょ。全然苗木落ちないですね。苗木はね、出ないよね。なかなか。でも2個取ったよ、俺。おっ、すごいです。なんかわかんないけど2個取って、あれ、ミヒさん？でもずっとホリホリしてます。いいけどさ。いいけど。どう？よいしょ。怖い。そしたら、じゃあミヒさん、向こうまで。なんだい？あの、向こうのチェストまで土を伸ばしてください。投げたよ。人任せにするんじゃねえよ。なんだよ、怖いのに。みんな行ってください。怖い。みんな行ってください。頑張ってください。指が釣りそうだよ。小指釣りますよね。いや、あの、豚を落とした罰です。あ、なんで。それは責任取っていただかないと。伊藤さんの主食ゾンビ肉って言ってたじゃん。ゾンビ肉。俺主食ゾンビ肉だから。これ怖えな。ちょっと待って。これ周りは削っちゃダメだと思うんだけど。危ないですね。足りるかな。俺なんか土に20個持ってっけど。あ、マジですか、すごい。瀬戸さん、足りねえ。あ、足りないですって。作業台とか作っていいのかな。あー、どうなんでしょう。あ、作っちゃった。はい、渡すなよ。さっきと同じ光景を。頑張ってください。頑張って。ひどいなぁ。これと見守ってます。瀬戸さんと青香さんは似てるなぁ。なんで似てますか。二人とも S だ。え、こんだけしかないの。本当にないの。こんだけでいいんですかね。ねえ、9個しかない。なんかもうちょっとある。もうちょっとあると思ってたけど俺。はい、思います。ちょっと初めて入れるから。スカイブロックはタイリングとかあるわけないよね、これね。ないですよね、見るからに。どっかあるかもしんないよ。絶対ね、オッケー。見えますかね。
何があるの？はい。あ、お、これはまさか。え？どん。外れじゃん。外れ。記者外れじゃん。まさかの。あれなんだ。何？エンチャントテーブル。エンチャントテーブル。あっちそうだね。あ、あ、でもこっちにもある。てか四つ角エンチャントテーブルだね。あ、ほんとだ。こっからどうやって、どうやれと。どうやれと。難しいですね。あ、みさん、じゃあここに土置いて。ん？ここに土置いて、土。土。ベッドじゃねえ。ベッド。土だよ。あ、ちゃ人のベッド取りやがったな。あんたが置いたんだろう。土よ、土よ、砂じゃねえ。それだよ。お、けい、はい、ちょっと木はないとね。っていうかもう俺体力2なんだけど。体力じゃねえわ、空腹。あ、2、あ、そうですね。腹減りがやばいな。動物を繁殖させたいんですけどね。あ、あああれ？落ちちゃった。前で落ちていった。落ちちゃった。落ちちゃった。待って、ベッドない、ベッドないでしょこれ。ベッドありますよここ。お、さすが。無事帰還です。あ、ベッド置いとこっかな。あと自分が寝たベッドはそのまま置いとかないと。ああ、1ペナルティーだ。リスポーン。あ、ペナルティーだ。ペナルティーです。そんなことするからだよ。俺なんかしたかな。じゃあ向こう。いや、なんかす、なんか道の間に砂置かれた気が。あれ砂置かれた気がします。あれ、ミンミンさん、ここ心当たりのある方が一人いると思うんですが、あ、やっぱり知らないなぁ。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。パソコンからご視聴の方は画面右の画像をクリック、スマートフォン、タブレットからご視聴の方は画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。動画の続きは画面下の再生リストから見ることができます。 Twitter で動画の更新情報などを配信しております。こちらも合わせてフォローをお願いいたします。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバーイ。